この前の動画見た？練習見てないの？うん、練習ってお前のあのサムネになってるやつ。うん、見た。うん、見た。めっちゃ楽しそうじゃね、俺ら。うん、ながらバカだね。あ、そうだよ。で、なんで寿司に来てなかったの？俺、お前来てなかったわ。何が？起きてなかった。俺、龍馬。じゃあこいつあれだ、仕事だ。土曜だ。あ、土曜だ。あ、土曜は俺仕事だ。はい、ということで、今日はね、ちょうど昨日リーズリーグゴートの第3戦 B&B 戦が終わったということで、こちらのアミーゴ専属ゴールキーパー兼カメラマンのユイト君と一緒に振り返りをしていこうと思います。どうですか？ん？こうやってアミーゴの動画にしっかり出る感じ嬉しい。あれ、この編集で何だったんだろう。何でも大丈夫です。はい、ということでね、今日は中野は今関西にいますっていうのも TikTok でね企画やってるんだけど、東京から沖縄までドリブル旅っていうのね、中野は今一人でやってて、昨日の試合も来てないんで、今日はねこのユイトと一緒にまあ振り返りつつどうしていこうかっていうのを話していければと思います。うん、まず結果から何対何でしたか？0対1負け。負け。3戦やって1分け2敗。もうほぼ優勝ないよね。まあマジ他力。昨日勝ってればまだあった。うん。ブッカドルはね。え？ブッカドルは出しとかないと。ブッカドルはない。そうなの。ノースペースかと思った。ザノールクエイサーだ。ロナウジーニ。すごくない？ロナウドさん最初見た時さ、すごいね。ースめっちゃよくない？うん、普通にかっこいい。確かに。はい、てな感じで、まずね、俺らについて話していこうかなと思うんだけど、昨日最初にやったフォーメーションが2-3-2-3-5っていうフォーメーションやりました。っていうのはまあ俺ら後がないし、もう攻めまくるしかないってことだね。俺とニッシーが、センターバック組んで。前に3枚やって、前5枚ガンガン行こうよと。結果ガンガン行けず、ガンガン攻められた。ゴリゴリ攻められた。ほぼ自陣だったよね。うん、あんま1日行ってないよね。うん、正直行ってない。うん、後半俺が日清に言って3バックにして、ワンボラ2シャドウの2トップかな。でまぁ、ちょっと普通のシステムに戻したんだけど、ちょっと攻められる回数はやっぱ前半よりは少なくなったけど、うん、落ち着いたよね、うん、若干1回チャンスだったぐらいか、あれの1対1。確かにそれしかない。うん、ゆうへいくんが裏抜けて手勢に折り返してキーパーで1対1。後ろから見てどうだった？とりあえずセカンドボール拾えないで、うん、数的不利な状況で確かにどんどん攻められる。なんかやばい。いや、語彙力ないけど、とりあえず結構見てもらったらわかる。うん。やばい。じゃあ、俺からは正直、うん、俺は、その、まず、まあ大前提に、まあここで、ああ、集まるしかないから、うん、ここで多少俺、動けるようにはする。っていうのはまず一つだと思うんだけど、うん、俺的にはもう、リレーズリーグ見てても、20分ハーフだし、うん、1点取ったら、勝ちの試合ばっかじゃん、正直。そうだね。今回の試合も B&B はそうだね。うん、2点取るってまあそうまあないから、うん、だからもう1点にかけるしかないから、それで俺ら1点取られちゃったらもう引き分けか負けじゃん絶対。そうだね、頑張っても。そうだから、もう1点取られないような守備してでカウンターで1点みたいな。なるほどね。俺でもそれしかない気がする。勝つとしたらってことね。うん、そのやり方がどうとかじゃなくてとね。うん、まあでもそれも動いて上でね、自分たちがみんな動けるようになって戻した上だけど、俺は失点したくね。キーパー目線だ。そうだよね、間違いない。俺はもうこんな失点したくね。うん、確かにな、それは一個だよな。まあ俺ら静学出身だし、まあ、西君も貝村学園で結構つなぎたいメンツが後ろには結構集まってるから、どっちかっていうとボール保持したいっていう感じだけど、正直ユイトが言ったようにもうなんか1点の試合だよね。うん、あとめっちゃさ蹴ってくるから正直相手。うん、でも俺らそれにどうしてもなんか合わせちゃうじゃん。確かに。なんか自分たちのサッカー別にそんな貫き通せるほどみんなさ、うん、技術がすごいあるかって言われたらそうじゃないから、うん、だからもうそこは
もうしょうがないじゃないの。割り切る。うん、割り切る。まあ、その方が、短期的な変化は出る。その、これからじゃあ、いいサッカーしていくためには、絶対練習が必要だし、集まることも必要だけど、それが現実的に、やっぱりみんな、ゴートって、全国に散らばってるんで、集まるのがやっぱスケジュール的にも難しいっていうのもあって、結構ぶっつけ本番の試合が多い中で、一番、なんていうか、みんなが共通理解できるよね。例えば442で、しっかりボックス作って、はめまくるみたいな。で、一人一人もう役割は決まるやん。確かにな。西君に行ってみる？それ。いやー、でも、どうだろう。でもさ、やっぱ、ちょっと特殊だからさ、なんかインパクト残さないとってなるからさ、なんかやるってのはちょっとめちゃめちゃわかるんだけど、結果だけを求めるんだったらってことね。そう、結果だけを求めるんだったら、それがいいかなって思う。俺はちょっと勝ちたい。確かに俺も勝ちたい。だってやだ、俺こんな負けたことねえ。そうなんだよ。え、本当にさ、今ねカメラ外にね、スズシュンもいるんだけど、俺らって変な話、高校時代ほぼ負けたことないやん。記憶ないよね、あんまり。そうだ。それこそ選手権とかトーナメントか、なんかどっかのフェスティバル行った時の B 戦とか、そんぐらいだよね。確かに。あんま、基本、そうだ、練習試合とかもほぼほぼ。勝つのが前提で、あとは内容が、みたいな。特に静学時代はさ、ボール保持してるの多すぎたじゃん。そうだ。だから俺、1試合に1本か2本シュート乗ってくれた。それが俺20分半後で今6本以上打たれてる、6本打たれてるからさ、まあ楽しいっちゃ楽しいんだけどさ、静学の時とは全然違う、楽しいんだけど、やっぱ勝ちたい、守って、なんかみんなで守ってる一体感とかがね、正直ないからさ。確かにその一体感マジでない。そう、チームで守ってる一体感っていう、なんかそれがない。わかる。だから例えばユイとか止まる時にみんなでおいみたいな、そうのが今ないよね。そう、なんでそうなったんっていう状況しかない。その、例えば別にどっちのサイドでもいいんだけど、なんでそこが空いてんのみたいな。全部遅れて出てって相手のシュートが下手くちょこだから助かってるみたいな、お前そんな感じなんだよ。そう正直質高かったら俺もっと点取られてる。そう、普通に。あと俺、いや難しいかもしれないけど、俺もう守備さ上手くすればさ、意外と俺相手のビルドアップとかめっちゃ上手いわけじゃないから。確かにそれでカットしてショートカウンターの方がいける気がする。それ言ったらだってさ、昨日のさ俺らの1個前の試合がさ、トップバン対ベルリーだったな。トップバンの点の取り方マジすごいんだよね。トップバンマジ連携、連携ある。本当にベルディに攻められてたの、かと思ったらショートカウンターっていうか、もうカウンターで相手のゴールマンのサクッと1点取って戻ってきて、あとね、点取る流れが上手い人たちだった。個人個人が上手い、多分キックの質とか高かった、止める蹴るができるよね。福原さんいるもん。昨日も点取った。あ、昨日点取ったの。言ってた。どうだった、お前挨拶ねえなって言われて、はい、すいませんって。全然俺も挨拶してねえわ。挨拶遅いんだけどって言われて、ちょっと俺のこと言ってなかった。あいつらはって言われて、中野は欠席ですみたいな、ずる休みしてますみたいな、ゲタあっちにいますよみたいな、大丈夫だよ、なんも。よかった。トップ番9番亮太ね。これ9番なんだ。ガチ今得点ランキングトップじゃねえ。そしたらしかもボランチ、あの人、俺らが知ってるエースストライカーじゃなくなってた。マジ？ゴール前だったらそうなんだ、シュートはそうなんだけど、全然違う。なんなら配球してる今。うまい。え？そうなの？あとマッシュ欲しい。あー、マッシュ欲しい。俺マッシュとサッカーして。え？史上入ってんの？俺マッシュとサッカーしてわ。あー、アミーゴのケイタと仲間じゃなくて？ケイタだよ。俺結構マッシュ愛強いから。お前マッシュ大好きだよね。俺マッシュ大好き。だってなんかマジで俺が会社辞めたらマッシュと一緒に仕事したいって言ってた。言ってません。言ってたよお前。言ってません。言ってたよ。なんか俺積んでるみたいな。今言ってたよお前。そうだっけ。言ってたよ。まあ、言ってないけど。だから俺それマッシュに言っといたよ。キモあいつって嬉しそう。マッシュ嬉しそう。まだわかるもんマジで。いや、俺結構言った。俺らあれなんよ。どっちも現地を持ってて、現地で二人で、海辺をこう、でしょ？一緒に走って、ブーンって走って、なんか昼飯食いに行って、で、なんか、いい景色だなとか言って。あと、なんか
鳥取砂丘みたいな、はあるんだよ、ね、砂丘あんだよ、中田島砂丘、そう、あそこまで行って二人でこう、海眺めてた。まあ、俺らもあんま変わんないよな。それで言うと、俺と鈴春と光輝はなんか知んないけど、俺の家の近くのでっけえ広場の公園に、あのコロナ期間マジで週3ぐらい集まってたよね。で、一緒にサッカーして、俺らで飯食って、こいつらが夜帰るっていうのが一緒だったんだよね。大学生なのに。お前ら最高、大学の友達いねんか。でも大学の友達は大学の友達で、そう、朝だけど、そうそうそう、少数すんだよね。みんなさ、結構パチンコとか行くからさ、パチンコやんねえからさ、そう、俺もその時とかに、そう。確かに俺らパチンコとかいないね。タバコとか吸うやつ少ないね、俺ら。はい、てな感じで、楽しく話ができたということで、次回、第4節はですね、ゴートナイテッド初得点、初勝利を目指して。いや、勝ち、それなら得点ゼロ。まあないよ。静学時代3試合やってゼロ点って。まあ、俺らポジションがポジションなんで、うん、センターバックがキーパーとでね、得点には関与できないけど、やっぱ失点を防がないと、うん。勝ちも勝ち点も拾えないということで。聞いて。あと何節だっけ？あと、今3試合終わったから、あと4試合。4か。うん、俺らがリーグ戦で積み上げられる最高勝ち点は13。うん、そうだね。今1だから。うん、で、4回ベストイレブン乗って。うん、ちょ、ベストイレブン俺も乗りたいんだけど。え、これすごくないお前。ガチ嬉しい。ガチ、他にキーパーがいないから。そういうこと？初級だよ。そういうこと？バカ言え。か、あとはゴートのフォントがゴミすぎて、一人は選ばないといけないみたいな。とりあえず知ってなかったから。なんてな感じで。第4節、頑張っていきます。頑張るぞ。バイバーイ。頑張ろう。頑張ろうって。うん。